3、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは YHS 代表の南山さんです。南山です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。南山さん、これお名前ね、はい、何人なんつって、はい、そうですね、なんでこれ南山ってこういう名前、日本人なんですけど、ええ、僕はあの札幌の藻岩高校っていうところの高校演劇部に入りまして、名門ですよ。でその時は、はい、あのこの石狩地区の演劇部全員あだ名をつけられるっていう風習がありまして、うん、はい、で藻岩高校も小田部に漏れず、はい、全員あだ名をつけられる伝統ですからね。で僕もそのあだ名会議っていうところであの先輩のもとに一人ずつ新入生が呼ばれて、でいろんな質問をされていく中で、あのなんかのキーワードを、うん、元にあだ名をつけられたりするんですけど、まあ、特徴を言うんでしょうね、この子だったらなんとかあだ名ですから ね、 ね、うん、ただ僕の場合、うん、どうも先輩方に引っかかるキーワードが何もなかったらしくて、でどうしようかなって先輩方が困ってて、いやこいつは難産だなって誰かが言ったんですよね。でそれを聞いて誰かがまた、はい、難産でじゃあいいんじゃないっていうことで、難産でいいんじゃねってなって、安産難産の難産ですね。そっちの難産ですよ。さすがにそのまんまじゃまずいと、ということで文字はじゃあ変えようってことで、はい、現在の南にマイル か、もしくは難しい山って書いて難産かって聞かれたんですけど、はい、難しい山はなんか力士みたいで嫌だったんでじゃあこちらの方でお願いしますって先輩に言って、でそれからというものを南山と名乗っております。藻岩高校の時にできたその、はい、まあ、芸名というか屋号というか、そうです、ね、実はもう南山になって20年になります。南山歴20年なんて、南山としては20歳になりました。なるほど、はい、まあ、こんな、いきさつがありまして、はい、南山さんでいらっしゃいます、はい、やっております。はい、じゃあ南山さんにもですね3つのキーワードでライフストーリー伺ってまいります。はい、3つのキーワードこちらです。じゃん、ヤックハックスマイル、心の中でねじれ熟成されて、うつ伏せで寝ているのがある意味サイン。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにヤックハックスマイルというキーワードにさせていただきました。はい、これは、はい、あの僕がやってる YHS という劇団の、まあ、正式名称といいますか、うん、なんで YHS 名乗ったって私今日初めて聞きましたよ。はい、そうです、ヤックハックスマイルですって、はい、YHS の訳で頭文字取って YHS なんですけれども、ね、うん、ヤックっていうのは、はい、スラングみたいな言葉で、うん、雑談とかだべりみたいな、うんうんうん、言葉なんですね。はい、でハックはあのパソコンとかで使われるハッキングとかのハックですね。うんうん、日本語に訳すと乗っ取るとか壊すとかそういう意味です。はい、スマイルは、まあ、皆さんご存知の通り笑顔ですね。笑顔って感じなんですけど、はい、つまりどういう文章になるかというと、この雑談を持って笑顔を乗っ取るとか、うん、もしくは壊すみたいな意味があります。うん、で僕らがやってるその YHS のお芝居っていうのは、はい、基本的に会話劇なので、うんうんうん、その会話の面白さを使っていろんな世界に引き込んでいくみたいな、はい、そういう世界を持って、で割とコメディーが多いので、うんうんうん、まあ笑顔を、お客さんの笑顔を乗っ取ったり、逆にその悲喜劇みたいな、はい、その笑顔、その面白いエピソードの裏側は実はみたいな、うーん、さっきまで笑ってたけど実はそんな笑えること柄じゃなかったみたいなことも表現したいなと思って、こういったヤックハックスマイル、略して YHS という劇団でやっております。そういえば YHS さんってそういう内容というか、こうちょっとありますよ ね、 そ う、 すね、はい、そうだったのか、知りませんでした。そんな感じでございます。はい、YHS 代表の南山さんでいらっしゃいます。はい、ちょっと今日久しぶりにお会いしましたので ね、 そうですね、近況もいろいろ伺いたいなと思って、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょうか、近況で言うと。
近況で言うと直近で言いますと、うんうん、はい、まず来週なんですけど、はい、インディペンデント SND っていう、うん、イベントが仙台でありまして、うん、これ、はい、一人芝居のイベントなんですが、ナンダさんが行くんですか。僕は、うん、演出として参ります。で出演はうちの小林エレキという役者が、エレキさん頑張って頑張ってください。これが今週末ということで、はい、あとその次にご紹介するのは、私去年は審査員をさせていただきました、はい、京部演劇、短編のフェスティバルですよ ね、 そうですね、短編演劇祭、演劇祭、はいですね、でこちらにいっぱいエントリーのあった19チームの中から、はい、今回は8チームが選ばれまして、はい、まず予選に、うん、予選 A ブロックに出ます。はい、はい、A ブロックの YHS さん、はい、これですね、出ますから、2年ぶりに参加するんですけども、うん、去年福津さんは、うん、こちらの、そうです、戯曲審査の方をやられてたんで、そう、そのちょうどその時に斉藤正明さんが札幌人図鑑演劇枠、はい、一番最初にそのこの PR で出られました。そうなんです、正明さんが出てる。あ、なるほど。そうなんですよ、はい、ね、これ本当面白かった、はい、なんていうかな、はい、ライジングさんみたいな見本市だと思ってください。あ、そうです、ね、いろんな劇団さんがいっぺんにまずは見て、そうです、ね、短編なんでちょろちょろっとこうちょっとずつその劇団さんらしい、うん、なんかキャラクターを味わう、はい、まずは見本市みたいな感じでお客さん見ていいと思うんですよね、はい、一作品20分ということで、はい、出るので、ただこうライジングさんと違うのは、うん、優勝者が、あ、そうだそうでした、ね、優勝者が決まるっていうことで、優勝者決まる、そうでした、ね、なんとか我々は UHS 優勝したいので、そうだそうだ、なんとか見に来ていただいてですね、はい、面白かったら一票投じていただきたいと思います、うん、はいはい、なかなかつわものお揃いでございますから、そうですね、そうですね、はい、これお客さん客席の一票をちゃんとですね集計して決めるんですよ、はい、そうなんです、そうなんです、もう皆さんの力が我々を優勝へと導いてくれるということ で、 で、ね、はい、これもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、それからですね、今年の夏札幌人図鑑でもいろいろ追いかけておりますが、はい、中学生の映画のワークショップね、はい、今年もやっておりまして、はいはい、ことに夢映画制作プロジェクトというものにちょっと参加させてもらってまして、基本的には中高生が出演だったり、監督各スタッフも基本的には中高生がやるんですけど、うん、はい、それを、まあ我々大人が、バックアップしていくんですが、うん、僕はその中で演技指導と、うん、あと出演もちょっとちらっとさせてもらうことになったので、うん、ちらっとここだけの話、何役なんですか。主役が茜っていうんですけど、はい、茜のパパ役です。パパ役です、はい、中学生のパパ役になりましたので、はい、へえーえー、そうなんだ、仲良くやってかないと、仲良くどうですか中学生は。いやー、そうですね、フレッシュですよ、うん、本当にただこうそんなにこう例えば演劇をやってるとか、うん、ずっと映画に関わってるっていう子は少なくて、うんうん、まあ毎年このワークショップは行われてて、まあ、僕は去年からの参加なんですが、はい、その、まあ、せいぜい1年に1回っていう子の方が多いと思うんですが、うんうん、その中ででも一生懸命すごくやっていて、はい、脚本は今回公募で選ばれた、はい、たまたま僕の同級生だったんですけど、あ、はい、そうなんですか、大学時代の同級生でやるんですけど、そ、の本もみんなで読んで子どもたちがどれにするコンペして決めるんですよ。そうなんですよ、すごいですよね、僕去年出して落ちましたから、ね、そんな、最終選考まで残って残念ながら、今年はまあそんなわけで、はい、また面白い本で、はい、作品が出来上がりましたらまたその裏方さんなんかもいろいろね、はい、番組でご紹介していきたいなと、札幌人図鑑でご紹介していきたいなと思っておりますが、ね、中高生の演技指導といいますと、うん、普段演劇部だったわけじゃないですから勝手が違うんじゃないかなと思って、またその作品のテーマ的に、うん、そのまさに思春期の今中学生が主人公なんですけど、はい、子供から大人に変わっていく、うん、その心の微妙な時期を描くっていう作品なので、うん、はい、
それをまさにその当事者に演じさせるっていうのがなかなかやっぱり難しいというか、本人たちは分かってないんですよね。はたから見たらなんとなく感じるものがあるけれど、本人が意識できないものをどう演じさせるかっていう、多分周りはそのままでいいよって言うんです。あ、なるほど、難しいかもね、うん、でもそのままでいいよって言われるオーダーが、そのままが分からない。そうですね、このようにですね、南山さんはご自分の劇団もそうなんですけれども、最近はその子どもたちと一緒にワークショップをやる機会も増えてきまして、はい、なんか去年は小学生も教えた。そうですね、はい、札幌市内の小学校に、10回ぐらい東京から来た講師の方と一緒に、授業の中でコミュニケーション教育の授業を持っていただいて、はい、その中で教えていったんですよ。小学校6年生4クラス。どこ小学校とか聞いてもいい？清田緑小学校っていうところですね、はい、で進んでる清田南小学校、すごいですね、はい、うん、で全然なんていうんですかね、うん、台本も作らないやり方でやったんですけど、うん、とにかく、まあ、その班ごとに作品を作っていくんですけど、感動したのがその最初全然こう発言とか、うん、なかなか表現できなかった子が、うん、そのワークショップ授業を通じてやっていくうちにその役割を与えられて、うん、でみるみるこう輝いていくというか、はい、自分の言いたいこととか表現ができるようになっていくっていうのが見えたので、それがすごく感動して、もともと積極的な子はそのまんまでいいんだけど、そうですね、あんまり発表するような子じゃなかったのが、うん、ワークショップを通してどんどんみるみる変わっていく、はい、なんでなんでしょうね。やっぱりそれは多分本当は普段言いたいこととか、なんかやりたいことがあっても、うん、恥ずかしいとか、うん、これを言ったら怒られるんじゃないかとか、うん、みんなに嫌がられるんじゃないかみたいなのがどっかにあるんだけど、うん、はい、演劇はその世界だったらもう何でもいいよっていうことがあるので、じゃあその中でだったらちょっとこう頑張ってみようみたいな、うん、やってみようで、普段言ったら怒られるようなことも劇として面白ければ褒められるので、うん、なるほど、それでみるみるこう表現者になっていくというか、うんうん、その様を見ているのはすごく感動的でしたね、うんうんうん、こんなことが演劇でもできるんだなっていうのを、うん、目の前で見たっていうのはすごく大きいですね。あ、うん、子どもの変化って面白いですよね。そしてまた自分がやってきたことでそういうふうにこう子どもたちの世界がどんどん広がっていくのを見るのは確かに喜びでしょうね、うん、そうですね、嬉しいですね、うん、なんかこう最近はだからそのさっきの映画の中高生もそうだし、その小学生もそうだし、はい、うちの劇団の若いやつとかもそうなんですけど、うん、なんかを伝えたいなっていうのがすごく強くて、はい、うん、南田さんご自身が今までこう蓄積してきたものを、そうですね、ね、何か伝えていきたい、うん、でそれが何かの役に立ってくれると嬉しいなと、うんうん、まあいらなかったら捨ててくれればいいんですけど、うん、なんかだんだんこう若い人に伝えていきたい欲求って年々増えてきますよね、はい、私もそうだけど、うん、本当に大体30前後になってくると、はい、そう思う人が周りでも多くて、うん、僕もご多分に漏れずなんですけど、子供できたりなんかすると余計そうかもね。そうなんですよ、3歳の女の子のパパです。3歳の娘がおりました。ラブラブです、ラブラブです、はい、そんなわけで、この YHS の名前から、まあ、最近の近況を伺いました。それではですね、こういうこうお芝居の世界に入ったきっかけを含めて2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです、じゃん、